なぜ最初に女だけ行かせたの？そういうとこいらないと思うよ、レディーファースト。とりあえず何？ホニの大峡谷の上。ハプーンの家にまずは行かんといかんのよね。ハプーンの家。おし。おし。おしっていうほどのことじゃないけど。とりあえず、うお。無駄にまた野生のポケモンを。はい、来たよ。ハプーンの家に寄ればいいんやっけ？え、違うやん。え、全然違うやん。もう普通にスッと鼓動の方に行ったのいいんかな。鼓動の方じゃないわ。大峡谷の方か。なんか、めっちゃ邪魔しとるやん。いや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 。なんか一人だけ女の子おるし。スカルダンの皆様、何の御用でしょうか。丁寧だな、スカルダンにも。嫌がったぜ。おめえらよ、エーテルで聞いたけどよ、グズマさん助ける方法知ってるんだって。っていうか聞き出すから骨まで痛めつけてね。グズマを助け出す方法？なになに、こんな大勢に見守られながらやるの恥ずかしくないそれ。てか骨まで痛めつけてねって自分がやるの？他の男に言ったんじゃないの？お、来たよ来たよ。おし。もうなんかノッキリアとか言われたらさ、ノッキリアっていうポケモンかと思うよね。特に私さ、ポケモンをよく覚えてないけん。ルガルガンじゃねえわ。何タイプ？あ、効果あり。そうよ、ガーディーを外してしまったけんね。このタイプがいないんだな。ピカチュウ。いや、もう全体的にあれやね。ということで、もうレベルでご利用していこう、ここは。一系カビゴン。もわーん。甘い香りなんか出しよったらなんかカビゴン食べられそうじゃない？ね。これは、のしかかり。てかもうレベル99やけん大抵いける気がするんやけどさ。ほらほら。おし、この子一匹しか持ってなかったよね。はい、オッケー。痛い、ハートまで痛い。大丈夫か？女の子やけんね。傷つきやすいかも。勝負が終わっても言うから。痛い！うるさいよ。どこ行った？お、プルメリカ見てるんだけど。オイラたちのポケモンまとめてぶつけてやる。グズマさんのためなら本気 200% だ。なぜ最初に女だけ行かせたの？そういうとこいらないと思うよ、レディーファースト。あ、来た来た。うわ、あ、まとめてやけん5匹おるの。ヤトウモリ。ヤトウモリってことは、ヤトウモリには何、水は効くの？ドラゴンだから別に水は効かないの？でも炎タイプも入ってるよね。お、いけるいける。よっしゃ、交代。あの子もともとの名前なんやったっけ？だって、ノッキリアとかさ、なんかポケモン、なんかちょっとポケモンっぽい名前やん。何がポケモンっぽいかよくわからんけど。なんかおりそうやん、そういうポケモン。おし。アシレーヌ、ハイドロポンプ。いけーい。はい、効果抜群。楽勝。さあ、来いよ来いよ、ひどいで。ひどいでって何タイプやったっけ？毒か。毒タイプってことは何が効くんやったっけ？ムーンフォース、今一つやったね。今一つやったわ。ムーンフォース。まあ、レベルで。レベルで、これもご利用しですけど。なんかあの、たくさんのスカルダンたちの
代表としてこいつが全員分のモンスターを預かっとるっていうことでいいんかな。あ、これはちょっとあれやね。ピカチュウに変えとくべきやったか。よし、今からでも遅くない。アシュレーン交代。いっけ、ピカチュウ。よし。見えない見えない。いやでも黒い霧って言っても別に思いっきりピカチュウは見えとったな。いっけ、ピカチュウ、ワイルドボルト。あ、でもワイルドボルトって自分にもダメージあったっけ。普通に10万ボルトでよかったかな。お、ラッタ。もうなんか今まで出てきたポケモンたち、今までスカルダン向かって出してきたポケモンたち総動員って感じやね。シャーピカチュウ10万ボルト。ピカチュウといえば10万ボルトって感じよね、なんか。しかもサトシの声で再生されるよ、頭の中で。ゴースト。ゴーストってことはどれが相性いいんだ。アシュレーヌで行こう。ムーンフォースとか効かんかったかな。もう一回ちょっと頑張ってね、アシュレーヌ。よし、ここで、あ、歌方のアリエになった。まあ、結局どれも今一つやったね。久々の歌方のアリア。まあいいや、レベルでご利用しや。お、ドロバンコがレベル45に上がった。ドロバンコは新しくバカ力を覚えたい。バカ力の代わりに他の技を忘れさせますか。バカ力ってどんな技。格闘。すごい力を発揮して相手を攻撃する。自分の攻撃と防御が下がる。攻撃下がるんか。踏みつけを、よし、踏みつけを忘れさせよう。1、2の保管。ドロバンコは踏みつけの使い方をきれいに忘れた。そしてドロバンコは新しくバカ力を覚えた。イエーイ。オイラたちの 200% ってお前の何パーセントだよ。5% ぐらいかな。はい、来た。おや、ドロバンコの様子が。来たよ、来たよ。まあね、ポケモン自体は前から登場しよるけど。登場しよるどころか乗り回しよるけど。来た、来た。おめでとう、ドロバンコはバンバドロに進化した。イエーイ。バンバドロンデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。おお、これでビンゴー。バンバドロン登録完了。揃ったよ揃ったよ。ビンゴー。同じページのポケモンが全部埋まったろ。バンバドロ、バンバポケモン。ドローまとった重たいキックが得意攻撃。大型トラックも簡単にスクラップにするぞ。怖っ。怖っ。踏みつけてってこと。蹴り飛ばしてってこと。もうなんかめっためたに。っていうかさ、思うんやけどね、ポケモン勝負やんか。ポケモンをやっつけてなんで人間が吹っ飛んだのかよくわからんよね。負けたがよ、諦めないぜ。だってスカルダンだもん。ダモンって、かわいいか。よしな、負け犬がみっともない。お。ずっと見てたよ、プルメリは。お、すごすごと帰っていったよ。リリア、あんた。何、雰囲気変わったねって。覚悟決めたのかい。つーかさ、あんたには悪いことしたよね。代表に頼まれた仕事とはいえ、あんなことを。今さら謝っても許されることじゃないけど。何何何。グズマはさ、代表が好きなのさ。あいつの強さを認めてくれる唯一の大人だからさ。あの人は、母様はわがままです。自分が好きなものだけを自分勝手に見れて。代表っていうのは、リリーのお母さんのことかい？でも助けます。言いたいこと言うために。そうしたら、グズマさんも一緒に助けられますよね。あんた、真の部分は代表に似ているかもね。種類は違うけれど、
気持ちの強さを感じるよ。グズマのこと、頼めた義理じゃないけれど、どこかに消えたままでは償わせることもできやしない。そっか、一緒に行ったんやったっけ、あの時。あゆな、あんた全然普通の子じゃなかったね。スカルダンだけではなく、エーデルの闇にも立ち向かってさ、大したポケモントレーナーだよ。ほら、お姫様を守ってあげな。お詫びとして、毒タイプの Z クリスタルをあげるからさ。おお、ありがとう。そんな遠くから渡せないだろう。アユナは毒 Z を手に入れた。アユナは毒 Z を Z クリスタルポケットにしまった。そういや、アユナ。カプコケコから直々に石をもらったんだって。大事にしないよ、その Z リング。ポケモンがいて初めてポケモントレーナーなんだ。それを忘れたら、カプの罰を。あんたなら安心だけどさ。帰るよ。なんだ、意外といいやつだったのか？スカルダンにもいろいろあるのですね。アイナさん、いつもありがとうございます。ポケモンさんを元気にしますね。そんなポーズで元気になるのか。アイナさん、祭壇ですね。ポリの大峡谷はあちらです。早いよ、先に走っていくなよ。ポケモンに襲われたらどうするんだ。スカルダンのポーズ、実は僕好きなんだろうと。マジでダサいよあれ。非常にダサいよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。